はい、皆さんこんにちは、デフです。今回はということで、新しくこういうことをやっていこうかなと思います。今週のまとめみたいなね、動画ですね。今週のガチャはいいの揃ってるっていうところなんですが、まあ今回ね、スサノオが新しい副賞できて、まあその他はニビアンとか、まあ馬長の弓の MR アバターとかね、まあちょっとしっかり解説するのもあれだなという感じな副賞が、まあ再販で一応来てて、ただまあそれだけのために一本動画作るよりかは、まあやっぱ全部にね、軽くですけど解説プラス、まあ今週の出てるガチャの中でならどれを引いた方がいいのかみたいなね、感じなのをやっていこうかなと思います。まあいつもなら、まあちょっと動画お休みにしたりとかね、したりしていたんですが、こういう時はね、でもやっぱり動画ね、一本毎日上がった方がまあいいと思いますので、まあちょっと今週のまとめ的な動画ですね、ちょうどネタ切れの時にやっていこうかなという感じにしましょう。ということで早速ですね、ガチャ見ていくと、まあ昨日ね、ちょっと動画上げるの遅くなってしまったんですが、スサノオの解説動画上がっていますので、まあ軽く触れていきますと、まあやっぱりスサノオね、弓パーティーではかなり凶悪な力を発揮するかなと。ただもう本当に弓パーティー限定になるので、スサノオの他に今弓編成で2人以上を持っていないとちょっときついかなと、まあ取るのがきついかなっていう副賞ですね。まあ単体でももちろん強いので、スサノオでスタートとかねっていうのはまだありかなとは思うんですが、まあ今後の未来ね、弓を揃えていかなきゃいけないっていう縛りがまあ発生するかなという感じですね。まあなので、まあスサノオを取る方はその辺気をつけてもらいたいかなと。まだガチャもね5日間ありますし、まだ次のアップデートの時にはスサノオまだいますからね、まあ十分考えていただければいいかなと思います。そして1日再販のですね、ニビアンですね。まあニビアンね、まあ軽く触れていきましょう。もうさすがにね、みんな知ってるかなと思いますので、一本動画にするんではなくてですね、まあこうやって簡単に説明、特徴だけでも説明できたらいいかなと思います。ということで、ニビアのね、アクティブスキルがやっぱり一番目がね、優秀かなというところで、まあ暴走生後があるよというところですね。これアクティブスキルの一番目になるんですが、暴走生後がまあやっぱり優秀で、今だと暴走使えるのがニビアンとコキビの2人だけっていうところになってますよね。で、まあ3人目っていうところで、まあスサノオがね、まあ一応弓パーティーで、使えるよと。ただ弓パーティー限定だよっていうところになってきますので、やっぱ汎用的にはね、ニビアンとコキビになってくるかなと。まあこれどっちも持っててもいいんじゃないかなって今のところはね、そんな感じです。例えばですね、サブ戦役っていうのが今ありますので、まあ、サブ戦役にニビアン使ってとか、メイン戦役にコキビ使って、もちろん逆でもいいですしっていうところになりますね。ただ3人目の汎用暴走が出た時ですね、ってなると、まあ、3人中2人とかねに絞ってくる必要はあるかなと思います。やっぱニビアンはこの暴走が優秀ですね。なのでまあ取ってもいいのかなっていう今のところですけど、暴走がねそんな汎用性高い、高く使えるのが2人しかいないっていうところでね、取ってもいいのかなというラインです。そして、もう一つ再販来てますね。で、こちら馬長の弓になるんですが、こちら個人的にはもちろんこの副賞火力は一応出るんですよ。ボスとかかなり高火力出るタイプなんですが、個人的にですね、評価しているのが、まあこちら馬長のパッシブになるんですが、一番下の連携スキルかなと思います。主体副賞が出陣時10ターンの間、血前生後状態になりますよと。血前の生後ができます。で、受けるダメージが 30% 減少、ダメージカット 30% つけられるんですね。これが大きいかなと。これ誰につけてもいいっていうところですね。ダメージカット 30% を追加で付与できるよと。で、弓章に有効な部分があるので、弓章につけるとなおいいよっていう話になってきますね。まあ例えばスサノオとかね、アポロとかね、血前使わないタイプの弓章につけていけばいいかなとは思います。で、 HP 上限 15% 上がりますし、物理防御力がレベル ×150 増加しますよっていうところで、馬長弓も非常にいいかなと。特にこの連携スキルが非常にいいかなと思います。汎用性高いですしね、まあ、弓章には特に効果が発揮するよというタイプになります。なので個人的にはバチョは連携スキルを、まあ、個人的には評価しているかなというところです。まあ、取る人はね、連携スキル目当てが多くなってくるのかなと思います。ただこの子はね、 SSR からっていうところがあるので、これ、あるので、まあ、ちょっとその辺が
まあ UR ぐらいまでは昔から始めた人であれば、まあ配布的な感じで入手しているかなと、今の東博みたいなね感じで入手しているかなとは思いますが、まあ UR1000 を持ってないとちょっと手出しづらいかなっていうのはあります。まあ僕の画面だと UR1000 まだ持ってないのでちょっと手出しづらいよねっていう感じですね。まあ逆に UR1000 持っていれば手出すのはありなのかなって思ったりしますね。まあこのあたりがまだガチャ期間が長い副賞ですね。であと大谷氏がまああと1日ちょいで終わるよというのがあって、まあ大谷氏は今取るタイプではないですね。まあ多分まあ僕の予想ですけど2ヶ月とか3ヶ月後には花嫁衣装が来そうな感じの再販だと今回思っているので、まあそこまでまあ確定だけでもっていう感じでいいと思います。そして、この子ですね、東博っていうところで、まあ、この子もあと1日ちょいかなっていうところになっていますが、東博もね、連携スキルがやっぱり優秀かなと思います。で今回東博の連携スキルですね、この一番上の状態状態性無視 35% つけれて、なおかつ結成聖護と花言葉聖護ですね、こちらを解除させないっていう、解除させない今非常に重要ですので、この2つを解除させないっていうのは大きいかなと思います。で、あとは武将に有効な部分があって HP 上限上げられるよってところで、アーサー王とかね、オーディンとかね、まあオーディンは花言葉とか使わないかなっていうところで、まあアーサー王の方がまあ向いてるっちゃ向いてるんですけど、この HP 増やすだけって考えればね、誰でもいいので武将であればっていうところですね。まあ回避値はちょっと武将には意味ないかなっていうところにはなってきますね。っていうところで、この連携スキル目当てで取るのはありなのかなと思います。特に、東博に関しては UR 戦までは取れるかなっていうところですもんね。うん、UR 戦までは、まあ、配布、今だと配布になるのかなっていうところにもなってきますし、っていうところで、まあ、MR の連携ね、まあもちろん本体としてもアバターの中ではかなり強い部類に入ります。なのでまあ東博で始めるってのも全然ありですし、スサノオで始めるってのもまあありですしっていうところで、ただスサノオはねちょっと限定的になってくるので、まあ難しいところでもありますけど、東博であればね、まあ MR アバター分だけ、原本を払えば、まあすぐ MR アバターになって、まあそれなりの強さもあって、腐っても連携スキルで使えるよっていうところがあるので、まあ保険としては非常にいいかなと思います。ただ今回、僕が特に評価しているのはやっぱ連携スキルかなというところですね。解除できない2つ持ちっていうのは大きいかなと思います。で特に今後ね注意していってほしいのが、こういう東博みたいなねイベント配布だったりとか、まあ、東博は初心者ボーナスで配布で、まあ、それが中止になって、また別のところに、獲得方法がね変わりますけど、まあ、基本的には配布というところで、こういうね UR 戦まで配布の子で MR アバターだけ、取らなきゃいけないよみたいな、今後イベントで来るとも思います。どんどんねそういう子たちの連携スキルっていうのは要注目かなと個人的に思います。もう最近来る子みんな汎用性高いんでね、鏡とかもそうですし、正月ぐらいに来てたかな。でその1年前ぐらいに来てた稲葉うさぎとかも、まあかなり、その子も血前だったかな、ダメージカット付与できてって、まあ防止に HP 上限アップとかついているんで、まあ本当に馬長の防止版みたいな感じで非常に汎用性高い子にはなるので、やっぱ配布で UR 戦までくれる子っていうのは MR アバターだけで済むよっていうところなので、この辺注目してほしいなと思います。で、まあ、あとは、まあ、こういうねラッキースター形式の MR ガチャだったりとか、まあ、来てますけど、まあ、基本的にはこういうねその子のガチャっていうのを取り上げていこうかなと、こういう動画ではね思います。で今週ねこの中ならっていうところですけど、サポート足りない人はやっぱねニビアンとかいいんじゃないかなとは思います。うん、まだね暴走の汎用性高い子っていうのが少ないっていうところでね、ニビアンね、まあ、このアカウントではそこまで獲得意思はないように見えてますけど、まあ、ニビアンね機会があったら取りたいなっていう感じはしますね。で大谷氏はまずないかな。うん、まあ、さっきも言った通り、まあ、この再販がおそらく花嫁衣装のきっかけになっているような気がするので、個人的にはですので、また 2,3 ヶ月後来てくれると思います。その時に取ればいいかなっていう感じです。で性能的にもねもうちょっと時代遅れにはなってしまっているので、まあ、今取るべきではないかなというところです。で馬長と、まあ、東博で言うとさっき言った通り連携スキルがいいので、まあ、その連携スキル目当てでいくかなって感じですね。もちろん本体性能どちらもなかなかいいですしっていうところにはなってきますが、まあ、東博はまあ初心者向けにはなってくるのかな。腐っても大丈夫だよっていうところで、本体使うのであれば東博の方がまあいいかなと思います。
うん、であとは連携スキルね、どっちもいいかなと思いますので、欲しい連携スキル狙っていけるかなと。であとはまあスサノオも決して弱くないので、弓パ限定にはなりますが、弓パでいけるよという方はやっぱスサノオやっぱ必須にはなってくるのかな。アポロとか工芸とかね、トークンとか持っている方はまあぜひ取ってほしいなって感じです。もう最近の本当に放置少女の流れとしてですね、弓パーとかね、帽子パーとかね、帽子パーティーとかね、武将パーティー、まあ武将パーティーはそこまで今のところそんなにないですけど、まあ一応ポセイドンぐらいかなにはなるんですけど、一応ねそういう職種分けパーティー編成っていうのを作らそうとしてるのかなっていう流れがありますので、まあスサノオみたいにね、もう明らかに弓パ強化みたいな感じの子が今後たくさん出てくると思いますので、まあ 弓の子が揃っている人はまあいいのかな、手出してもねっていう感じですね。もちろんね、まあこの後ですね、続々いい子も出てくると思います。まああとスキルでね、まあこれスサノオのスキルにはなるんですが、まあちょっと関係なくて、この罪悪状態とかね、今後出てくるであろう罪悪状態、3万というね罪悪がもうネタバレになってます。範囲攻撃を受けた時に会心攻撃される確率が増加したりとか、物理会心ダメージ耐性と砲術会心ダメージ耐性が下げたりとかね、まああと特殊状態かな、特殊状態も新しいのが来てて、下の方になりますが、雨のモラクモが今回スサノオだったので、選択っていう特殊状態、あと強行っていう選択状態、あと古軍っていう選択状態ですね。この3つが来てます。で選択に関しては、状態異常耐性無視とダメージ反射耐性が増加しますよと、復活後も解除不可という特殊状態になっております。で強行と古軍は多分ワンセットになってくるかなと思いますが、攻撃力、状態異常耐性、物理会心ダメージ耐性、砲術会心ダメージ耐性が増加するのが強行で、古軍状態に転化可能となっていますので、まあ古軍と一緒に来るんでしょう。で古軍が攻撃力アップ、会心率、ダメージ反射が増加というところで、強行と古軍で持つおそらく CMR が来ます、今後ね。なのでもう本当に弓パの人がまあスサノオを狙うのであって、それ以外の人はこっち狙った方がいいのかな、強行とか古軍とかねと思いますね。あと選択がまあどうなるか、まあ、MR アバとかにもなんかつきそうな気配がしますし、もう5月入ったので花嫁衣装がね、まあそろそろ誰か来るのかなっていうところで、花嫁衣装についたりするかもしれないですね、この選択ね。まあ、ちょっと選択はちょっと誰につくかわからないですけど、強行古軍に関してはこれセットで来るので、まあ、おそらく CMR になるのかな。まあ、その辺狙い目かなと思います。おそらく2週間後ですね。で、さっきの罪悪デバフも新しいのがあるので、まあ、これはどこにつくかなっていうところにはなるんですけど、まあ、ちょっと新しいこういうバフデバフですね、を見てみると、次来る子がなんか良さそうな感じは一応しているので、次というかまあ2週間後とかね、来週は MR アバターか花嫁衣装になると思うんですが、まあ、そのあたりですね、まあ、チェックするのもいいかな、原本温存でね、まだ周年終わって1、2ヶ月っていうところで、原本も溜まりきってないと思いますので、まあ、無理する場面でもないかなとは思います。はい、ということで、今回からですね、まあ始めるというところで、まあ今週のまとめみたいなね動画ね、まあちょっとネタ切れっていうところで、こういうのをやっていきたいかなと思います。まあ週に1回か2回ぐらいにはなると思うんですが、まあできればやっていきたいかなと思いますね。で CMR とかの再販があるときはそっちをやっぱ個人的に取り上げてですね、性能解説の、まあ、あとは再評価ですね、今の環境に合わせて再評価とかしていきたいと思いますので、もう本当にね運営さんの情報が少ない時はこういうことやっていこうかなと思います。はい、ということでチャンネルの登録、 X のフォローなどぜひよろしくお願いします。ここまでお送りしたのはデフでした。おつでーす。